いやー、どうもありがとうございます。ちょっとずれてる感じがまたいいですね。今日のジジババダンサーズは実はうちのレコード会社の皆さん面々でございました。スタッフの皆さんなんですよね。無理やり今引っ張り出されました。もうね、もう それでね、軸離れ起こしてしまう。それでもずっと動いてないと出られないんでしょうね。もうずっと動きながら出てらっしゃいましたけど、緊張してたなと思いますけど、よく頑張ってくれましたね。7月21日に発売になるんですけど、このお嬢様ルンバ、そういうことは7月からは全国の方にも回られると思うんですが、北海道から九州、四国、沖縄まで、はい、地元のところいろんなね、ラジオ、テレビ出させていただいてキャンペーンに回ります。その時はジジババダンサーズ、ジジババっていうのと思ったジジババダンサーズは、その時はですね、ご当地で調達しました。皆様にこの踊りをお教えしますので、私と一緒にね、踊っていただきたいと思います。はい、それはじゃあいいですね。皆様覚えていただけますもんね。はい、そして先ほども役者をされているということで、毎年恒例の秋には座長公演があるそうですね。生意気にも第一のお芝居、第二の僕の仕事、座長公演を全部何か所かさせていただいて、はい、毎回自分で台本を書いて演出までさせていただいて、そうです、また頑張ります。はい、ぜひ皆様足を運んでいただければと思います。はい、香川明さんでした。どうもありがとうございました。さあ、続いては松原武さんです。まずは2005年のデビュー曲です。金沢望郷歌、お聴きください。皆さんこんにちは。